引き抜き編みは最も基本的な編み方の一つでいろいろな使い方ができます。引き抜き編みを一段編むと柔軟性のある紐になり、複数段編めば丈夫なバッグの取っ手を作ることもできます。まずは鎖編みの作り目を編みます。最初の鎖目を飛ばし、二目目の半目と、 裏山を拾って、かぎ針を入れます。かぎ針に糸をかけて、鎖目から引き出し、さらに、かぎ針にかかっている輪を引き抜きます。かぎ針を入れて、糸を引き出し、輪を引き抜く。かぎ針を入れて、糸を引き出し、輪を引き抜く。このように、作り目に引き抜き編みを一目ずつ編むだけで、 紐を編むことができます。複数段編む場合は、段の端で編地を裏返し、反対方向に編み進めます。はじめに鎖編みを一目編みます。これは立ち上がり目と呼ばれ、これから編む段の高さにかぎ針の位置を合わせるために編みます。かぎ針を最初の目の手前側の半目一本に入れ、糸をかけ、 最初の引き抜き編みを編みます。残りの目の手前半目に引き抜き編みを一目ずつ編みます。最後まで編んだら裏返し、必要な段数が編めるまで繰り返します。鎖編みの最初と最後の目をつなげるときにも使います。かぎ針を最初の目に入れ、糸をかけて鎖から引き出し、 かぎ針にかかっている輪を引き抜きます。これで円に編む時の作り目ができました。